ナミックグローブ本日のメインイベント日本ミドル級タイトルマッチ10ラウンドを行います。赤コーナー18戦17勝1敗17勝のうち11勝がノックアウト。公式計量は159パウンド4分の3姫路木下ジム所属。この試合が5度目の防衛戦東洋太平洋ミドル級トップコンテンダーの第52代日本ミドル級チャンピオン江口刑事。江口5度目の防衛戦。青コーナー挑戦者16戦6勝10敗6勝のうち1勝がノックアウト。公式計量は159パウンド4分の1。渡辺ジム所属日本ミドル級第5位小松学ぶ。アマチュア全日本チャンピオンがプロでの日本一を目指します。小松学ぶ。ジャッジ土屋須博、同じく吉田和俊、同じく福地雄二、そしてこの試合のレフェリーは第42代日本ミドル級チャンピオンビニーマーチング。日本ミドル級タイトルマッチ両者がリング中央に集いました。江口刑事5度目の防衛戦のリング。一方それに挑戦するのは初めての日本タイトル挑戦元アマチュアチャンピオンの小松学ぶ。さあ重量級の日本ミドル級タイトルマッチ、まもなく第1ラウンドのゴングです。今試合が始まりました。白いトランクス、左パンチを打っていきました。黒いトランクスがチャレンジャーの小松、白いトランクスがチャンピオンの江口です。放送の解説は元世界チャンピオンのお二人、ファイティング原田さんと浜田剛さんです。ファイティング原田さん、さすが重量級の試合、迫力ありますね。そうですね、非常に重量級で、ね、はい、向けたいありますからね、非常に挑戦者の小松君もね、元気いいところですよ。あれで挑戦者やっぱりいいと思いますよ、はい、今日はいきなり出ていきました挑戦者の小松です。普段は比較的見ていくタイプのボクサーなんですが、今日はいきなり打っていきました。浜田さん、はい、KO 率の高いこのチャンピオンと、そして、まあ、アマチュアで実績のある小松の対戦ということになりました。まあそのやっぱ現チャンピオン勢いありますよね、はい、その江口が前半不利であろうというふうに予想してですね、はい、まず最初に手を出していったっていうのは一つの作戦ではありますよね、はい、それで、リズム取れればいいんですよね、はい、作戦は一回やったんだけどまたその後下がってしまうと最初のオープニングっていうのはちょっと死にしまいますよね。右のストレートを伸ばしていきました。右構えの大型のボクサー、身長177センチ小松、一方身長172センチ小柄なファイターサウスポーがチャンピオンの江口です。強烈な左のパンチを持っています。この強烈な左のパンチでこれまで 11KO を築いていますが、その右のストレートは小松の右も伸びました。 11KO のうち全てが3ラウンド以内に決めているというチャンピオンの江口です。左のフック、大きな左のフック、この左のパンチには定評のあるチャンピオンの江口です。一方アマチュア出身の小松、冷静なボクシングというのが一つ持ち味です。相手にうまく合わせることができるボクサーですが、今日の試合に関しては自分から行くボクシング、それをやっていきたいんだというふうに話していました。黒いトランクス、まあ、スタートをやりましたけどね、スタートをチャンピオン江口をブロックして、それからもう自分のやり方でやってる状態ありますよね、はい、なるほど。チャンピオンはいつも通りの立ち上がり、いつも通りですね、これが5度目の防衛戦ということになります。徐々にそのチャンピオンとしての安定感、そして風格が増してきました。白いトランクスのチャンピオン江口です。決してミドル級としては身長はない172センチなんですが、とにかく強靭な体を持っている小松の細かいパンチ、まあ、今のクリーンヒットでもないんですけど、いいですよ、はい、この攻撃はいいですよ、はい、まずは積極的に手を出していこうというチャレンジャーのその気持ちというのが見えてきます。今日の試合は自分からのボクシングを見せたいと語っていたのは挑戦者の小松。さあ踏み込んでいく江口、左のファイタータイプの江口、一方右のボクサーファイタータイプの小松です。さあステップを使っていく、左ストレート、左ストレートは江口です。ここで第1ラウンド終了です。日本ミドル級のタイトルマッチです。
改めまして放送席の解説をご紹介します。ファイティングカラダさんと浜田剛さんです。まずはファイティングカラダさん、第1ラウンドご覧になってどうご覧になりましたか？そうですね、やっぱり小松の先生来てましたね、はい、非常にチャンピオン江口君に空振りさせてますよね、それはいいと思いますよ、打たしたらね、なるほど、大いに空振りさせた方がいいと思いますよね。浜田さん、はい、積極的に出ていった挑戦者、そして冷静なチャンピオンというふうにも見えましたが、確かにそうですよね、まあ、それで2ラウンド目、3ラウンド目とチャンピオンもっと出てくるでしょうからね、はい、小松はこの後手に回らないで、最初に打った時のようにまず打つことですよね。まずは挑戦者が試合前に話していた通りに積極的に出ていった第1ラウンド、チャンピオンはそれを冷静に受け止めました。さあ試合は第2ラウンドに入ります。日本ミドル級タイトルマッチ第2ラウンドに入りました。実に 11KO のうち全てを3ラウンド以内に仕留めているのが白いトランクスのチャンピオン江口です。やっぱりチャンピオン江口出ようとしてますよね今、はい、このファイタータイプ、あ左もういパンチ、ファイタータイプ、あ左ボディボディが入りました。江口のボディ、小松もボディを返していく、いやファイティングアドさん、今、はい、江口いいボディ入りましたね。そうですね、左のアッパーですね、はい、非常にやっぱりコンビネーションに打ってきましたので、すぐで打ってきますと当たりましたね。左引く、えぐるように低い位置からボディを打っていくというのが白いトランクスの江口です。高橋さん、はい、その赤コーナー江口タイプなんですか？先ほど左引く、大きなリアルに動いてきました。この1ラウンド2ラウンドは違いますね、はい、やっぱりチャンピオンを詰めていってますね。中村さんどうぞ。はい、木下会長なんですが、相手が右をジャブをちょこちょこと当ててくると、そこに対して右のジャブをストレート気味に当てていけというようなシーンです。なるほど、この得意とする小松の右に逆に右を合わせていこうというチャンピオンの江口出てきました。右を打ってくる、右構えの小松、そしてサウスポー構えの江口です。高橋さん、はい、高橋さん、チャレンジャー陣営なんですが、自分の距離で、そして相手に合わせるのではなくて先手を打っていく、そしてまっすぐ系のジャブ、そしてストレート、特に今日は右ストレートがいいぞという話です、はい、なるほど、確かに右のストレートは伸びています。浜田さん、はい、進化、あチャンピオンの小松も出ていったわけですよ今、はい、小松も出たわけですよ。あ、小松は下がらずにですね、そうです、上げていく、小松も、出たわけですよ。大きな3点の林君ずいぶんすごいですよね、一番ってますからね、非常にいいと思いますよ。逆にもっと出たわけですね小松は。あ、小松はさらに出た方がいいんですね、もうくっつくぐらい出た方がいいですね。おい、チャンピオンを迎えて右のセルカー小松、小松は出ていく、ダウンを奪われた、おダウンを奪われたからの強烈なパンチを、これ小松下がるとですね、はい、チャンピオンガンガン入ってきますからね、左引く、チャンピオンは左を狙っている、チャンピオンは左を狙っている。さあ小松は右のストレートを打ち込むことができるか、右、右の負荷、左、左のアッパー、強烈なチャンピオンの左、効いてますね、効いてますね、残りは15秒、効いてますね、数打たしちゃいけないんですよね、やっぱりね、下がらせていく、小松は出ていきます、右のストレート、左のアッパー、右のフック、チャンピオンのコンビネーション。さあここで一つ落ち着いたか、チャンピオン、左のアッパー、まだ出てきた、しかしここで今度第2ラウンド終了、第2ラウンドチャンピオンがダウンを奪いました。お知らせをいたします。ただいまの第2ラウンド、青コーナー小松学選手、右目の上をかけてきました。この賞はヒッティング、江口圭司選手の有効なパンチによるものです。お客様に改めてお願いをいたします。ラウンド中のフラッシュを使いましての写真撮影はご遠慮ください。試合中の選手の目に入り、ファイティングアルタン第2ラウンドダウンを奪いましたチャンピオンです。本当にそのストレートがね、非常にいい位置に入りましたね、はい、このでも倒れても追い込みですからね、はい、まあ、それも良かったと思いますよね、非常にね。あ、なるほど、しっかりと出ていきました。さあチャンピオンの江口、迎えて第3ラウンド、第3ラウンドまでに 11K を奪っているという江口、その第3ラウンドを迎えます。さあ試合は第3ラウンド、第2ラウンドに
チャンピオンは段を奪っています。段を奪われた小松ですが、しかし第2ラウンドその中盤以降はしっかりと返していこうというそのボクシングが見えました。左のフック松リードすると、浜田さん、はい、この小松のダメージというのはいかがですか。いや、ダメージありますよ。まだダメージありますね。ダメージありますよ。こらえてから前に出ていく。3ラウンド目もう10ラウンドまで行くということを考えなくてですね、はい、もう一気に勝負することですね。あ、なるほど。高橋さん、はい、そのあたりですね。に向けてその座をまた一つ確固たるものにしました。見事な左の一発、この相撲で鍛えたという強烈な左のパンチ、今日もそれが健在。リング上で挑戦者の小松がまだ立ち上がることができません。強烈なパンチを打ち込んでいきましたチャンピオンの江口啓司。3ラウンドビリー・マーチンが試合を止めて TKO 勝利ということになっています。いや、ファイティング原田さん、はい、やはりチャンピオンの左は強烈でした。そうですね。でもなんかもう挑戦者は小松君ね、はい、非常にあれですよ、ボクシングですやっぱりね、非常に思い切って近ったからいいと思いますよ。江口君もいいパンチがありますね。非常にいいパンチが来ましたですね。やっぱりあの判定よりは KO でいた気持ちと思いますよ、やっぱりね。素晴らしい大事ですよ。そうですね、はい、KO 勝利は全て3ラウンド以内という江口啓司です。後楽園ホールのリング、再びチャンピオンとしてその名前が呼ばれました江口啓司です。浜田さん、これで5度目の防衛、安定チャンピオンに向けてというところですが、まあ、確かにそうですね、風格堂々たるもんですよね。今日も、まあ、第2ラウンドでダウンを奪いまして、第3ラウンドにもう一ダウンを奪って第3ラウンドの TKO 勝利ということになりました。これで5度目の防衛成功、そして連勝記録という意味では14連勝ということになりました。今日もやはりそのファイティングラさん、はい、パワーというのが健在ですね。そうですね、やっぱりこの重量級のですね、非常にこの迫力がやっぱ違いますからね。まあ、相撲出身ということでとにかく鍛え上げられたその下半身を持っている江口。そうですね、今までの相撲界でも大体チャンピオンになった人いましたからね、前水田とか あとは赤坂ですね、はい、この人チャンピオンになりましたけどみたいな気分のね、そういったチャンピオンに連れていこうという江口。そう、そして今日挑戦者としてもともとアマチュアのチャンピオンだった小松、これで OPBF そして日本タイトルというタイトル2戦になりましたが、残念ながらタイトル獲得はなりませんでした。江口啓司が3ラウンドでの TKO 勝利を収めています。さあ、それではその喜びの声を聞いてみましょう。さあ、会場の皆さん、見事な KO 防衛チャンピオンの江口啓司選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今回も3ラウンドで仕留めました。試合を振り返ってみていかがですか。いや、もう1ラウンドから自分の中で動き悪いなって思ってて、後手後手に回ってしまったんでちょっとやばいな思って、もうこれは強引に前に出るしかないな思って、2ラウンドから前に出てもう強引なボクシングしてしまったんで、もう恥ずかしい、すみません。ただ今日挑戦してきた小松選手もテクニックを見せました。そうですね、やっぱりスピードもありましたし、ノーモーションの右も何発かもらって苦戦しましたので、はい、強敵でしたね。そしてやはり今日の勝利というのは家族の支えもあったんじゃないですか。さあ、もうお腹の中に2人目もいますんで、ちょっと負けられないんで、またどんどんお金稼いで防衛していきたいと思います。5度目の防衛に成功しました。この先というのを聞かせていただけますか。もういつも言うようにジムの会長に任せてるんで、もう会長次第ですね、はい、練習あるのみです。練習あるのみです。さあ、改めて会場の皆さん、そしてテレビの前で見ている皆さんに一言お願いします。いいところ、いつも応援ありがとうございます。皆さんの応援があって、頑張れるので、これからも応援よろしくお願いします。見事な KO 防衛、江口啓司チャンピオンでした。どうもおめでとうございます。
今日も勝ってリング上でマナ娘の楓ちゃん、そしてこちら香り夫人ですね。11月には第2子が誕生予定ということで、次に生まれてくる子供もぜひリングに上げてあげたいと、そのためには長いことこのチャンピオンを防衛していきたいと話していた江口啓司です。いやファイティングガールさん、このチャンピオンとしての安定感が出てきましたね。そうですね、やっぱりパンチのあるし怖いしで、結構打っとってからですね、連打もありますし、非常にやっぱりこの爪も当ても大体してきたし、やっぱりこれからのチャンピオンというのは大いに防衛していきたいと思いますね。盛り上げてもらいたいですね。はい、そして浜田さん、はい、まあ、本人は、まあ、反省の弁から入った今日のインタビューではあったわけなんですが、どのあたり今日評価しますか。まあ、本人はある意味冷静でしたよね。はい、まあ、なんていうか一ラウンド動き悪いと、これではやばいということで2ラウンド目から強引に行きましたと、まあ、そういうふうに思い切ったことができると、あ、ちょっと良くないなと思う場合は誰でもあるんですよね。それで何もできないまま終わってしまうというのが多いんですけどね。はい、その場合に強引に行きましたと、まあ、思い切ったことができるということはやっぱり安定、チャンピオンと言っていいでしょうね。左の強烈なパンチで今日もダウンを奪って TKO 勝利を収めました。日本ミドル級チャンピオン江口啓司、5度目の防衛に成功。このまま安定王座を築いていくのでしょうか。日本ミドル級タイトルマッチは江口啓司が勝利しています。